続きましては猛威を振るっていますインフルエンザの問題です。淡路市にある養護老人ホームでインフルエンザの集団感染が発覚してから1週間余りが経過しました。集団感染を防ぐことはできなかったのか、経緯を改めて振り返ります。こんなに感染するとは思ってなかったんですけども、このような状況になったことは非常に申し訳ないというふうには反省はしております。今月21日、淡路市の養護老人ホーム北断層でインフルエンザの集団感染があり、7人が死亡したことが明らかになりました。最初に発症したのは職員、今月9日に診断を受けました。その後インフルエンザを発症した99歳の女性が11日に死亡。報告を受けて県洲本健康福祉事務所が最初の立ち入り調査を実施、抗インフルエンザ薬の投与による感染拡大予防を助言したということですが、施設は職員のみに投与。その後感染は拡大し、14日から21日にかけて6人が亡くなりました。施設が県から再び指導を受けて入所者への予防投薬に踏み切ったのは19日、最初の立ち入り調査から1週間が経過していました。施設はなぜ初めから入所者に予防投薬をしなかったのでしょうか。ご利用者にまでですね、要はインフルエンザ発症してない方にまで予防としてタミフルを飲ますという認識が申し訳ないですけど私にはなかったです。ご利用者に本当にそのタミフルを飲ますこと自体の判断が施設側でしていいものかどうかということもあったものですから、飲んでたらもしかしたらですね、健常な方を守れてた可能性はあります。要するに感染があの11日から新たに感染する方は減ってたかもしれません。この施設では去年11月に職員と入所者全員にインフルエンザの予防接種を行っていたということです。しかしおよそ2週間で入所者と職員合わせて193人中74人が感染しました。予防接種を受けていても感染を完全に防ぐことはできないと医師は指摘します。予防接種してても感染発症する人がいますね。インフルエンザの患者さんと近くで一緒に何時間もあるいは何日か一緒に仕事してしまっている場合は濃厚感染しますので、そういう時は発症する可能性が高いですね。一方集団感染時には抗インフル薬の予防投与が効果的とされています。そばにインフルエンザの患者さんがいますと感染することはよくあるんですが、それが体の中で増殖して発症させないためにタミフルのような特効薬を飲むとかいうようなことは有効ですね。しかし予防投薬は保険適用外になっていて費用負担の大きさが問題となっています。厚生労働省は抗インフル薬の予防投与を選択肢の一つとして示しているものの、使用するかはそれぞれの施設の判断に任せるとしています。